こんにちは、ブリランチでーす。今日はファッション動画第2弾をさせていただきます。はい、やっていきたいなと思います。前回は林さんと塚原でね、メガネを熱く語っていただいたと思うんですけども、今日はメガネだけじゃなくてファッションのトータルでしっかり語っていただきたいなと思うので、今日は林さんにファッションの今日のポイントを早速語っていただきたいと思います。お願いします。今日は最近あのよく着てるパタゴニアですね。パタゴニアのこのベストなんですけど、よく話してますよね。やっぱりね、フリースって言っちゃうけど、パタゴニアだとね、シンチラって言うんですけど、フリースっていう名前はね、あの後からできた言葉で、フリースのことをパタゴニアではシンチラって最初言ってたんだけど、まあね、化学素材ですよね。ナイロンとかこういうので作ったやつなんですけど、これはね、あの一応ですね、ベストなんですけど、まあ今春なんでね、ベストがいいかなと思って最近僕よく着てるんですけど、ベストの一番初期のモデルですね。1996年からレトロ X のベストの初期。レトロ X ってすごい今ね、人気だったと思うんですけど、まあこの冬もだいぶ完売とかしてたと思うんですけど、それの、まあ、あの一番元になるやつですかね。これね、ジャケットだとこれより1個前の型があるんですけど、ベストは2番目の型なんですけど、2番目からがショックなんで、これは初めてベストができたやつで、これはまあ一応97年製かな。へえ、はい、すごい前ですね。そう、ちょっとね、ここのなんかインディゴブルーみたいな、ちょっと画像だと分かりづらいですけど、ちょっとね、色がね、いい色なんですよね。で、今のレトロ X と違うのが、この裏地ですね、裏地が。ね、ここね、あのちょっとウェットスーツみたいな生地になってて、防風性があるんで、まあ、フリースって風通しなんですけど、これがあることによって風を通さないんで、あのフリースの暖かさそのままに、まあ、風からも防いでくれるので、ものすごく暖かいんで、だからあの人気があって。まあ、今のレトロ X はあのここが裏地がね、あの防風フィルムが貼ってメッシュになってるんですけど、この当時 の一番初期の方のベストはあの PEF って言って、まあ、あのこういうちょっとウェットスーツみたいな素材、パフォーマンスエンハンシブフィルムの略、なんか防風性フィルムっていう意味なんだけど、まあ、着心地も、まあ、ちょっと、まあ、今のやつよりもちょっと柔らかいかなっていう感じで、まあ、もちろんその、まあ、古着なので柔らかくはなってると思うんですけど、まあ、すごく、ね、着やすく、まあ、これはナチュラルっていう色ですね。ナチュラル、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 ね、確かに羊みたいなナチュラル感ある、そう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 っていうやつですね。ナチュラル以外だとどんな色？ナチュラル以外だとなんかハンターグリーン、ハンターグリーン、なんかカーキの濃い色みたいな色とか、ネイビーとかもあったかな確か、うん、っていう色が、まあ、あって、まあすごい、なんか今のレトロ X よりちょっと、あの、作りもちょっとちっちゃめかな、若干、そう、これでね、サイズ L です。あ、L です。これサイズ L です。これで。結構ね、L で着ても今っぽいかなって思うので、あの、シャツの上にこれ一枚ピュッと羽織るだけで、春がいいかな。今ちょうどいいですね。そう、今めちゃめちゃ強い。風強いですもんね。あ、そう、今そう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 。豊橋だし。豊橋だし。豊橋風が強い。ちょうど暴風で。へぇ、いい。これはよく着てますね。パタゴニアね、僕も好きで、いっぱい持ってるんですよ。ください。あの、買いましょう。買いましょう。買うときついてくるんで。はい、買いましょう。またね、そういうのもね、どんどんあのこれから紹介していきたいなと思うので、パタゴニアのレトロ X の初期型、ベストを紹介しました。はい。またよろしくお願いします。じゃあ皆さん、今回はこの辺でバイバイ。バイバイ。バイバイ。バイバイバイですね。これ B の3つ。